はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日はですね、流行りのスクリーン、ギャグルというプレイ、これをご紹介したいと思います。えー、ギャーグル知ってますかねこれ多分知ってる方ほとんどいないと思うんですね。私も最近知りました。こんなプレイです。ちょっと見てください。何が起きてるかわかりますでしょうかはい、これがギャグルというプレイですね。もう一個見ましょう。 はい、こんなプレーですね。これどういうプレイかっていうとです、ね、でもともとは騒がしいとか、想像しいとかって意味らしいんですけど、ガチャガチャガチャというスクリーンのかけ方ということになりますが、こんなプレーです。1番がボールを持っていて、3番がシューターだとします。で、4番、5番がスクリーナーとして、ですねこれ、スタガードスクリーンをかけるんですね。えー、時間差スクリーンということで、3番が。 4番、5番のスクリーンを使ってこうスーッと上がっていくと、ね、4番と5番の2枚のスクリーンを使ってスーッとシューターが上がってくる、まあ、こういうプレーはスターガードスクリーンと言われていて、まあ、よくあるプレーなんですねで目的はこれシューターをノーマークにするプレーなんですが、えっと、これは一、ね、つ難点がありましてこの3番しかボールをもらう可能性がなくなるんですね うん、このプレーとしては4、5がスクリーンかけてスタガードかけるんですけども3番がノーマークになる以外の選択肢があんまりないんです4番、5番がスクリーンした後にポストアップしてボールもらうとかっていうのが非常にしにくいまあなぜなら狭いからね狭いからこれはスペースがないからスタガードスクリーンとしては3番シューターがノーマークになる可能性しかないというデメリットがありますでこれをねギャグルっていうプレーはこれをですね3番が カカールカットすすするんででねどういうことかっていううういいいここことととか3番はスタガードスクリーンが来たらですねここからスタガード来たら上に上がるんじゃなくて4番をぐるっと回るんですね、うん、カールカット4番をぐるっと4と5の間をぐるっと回ったらこれに連続して今度4番がぶっとこう分解するようにふっと上がるんですねそういう風にするとどうなるかっていうと3番はカールしました4番は上がりました5番は ダウンスクリーンかけてますっていう風な、こういう3人がガチャガチャガチャっとかけるので、これ3人ともにですね、パスチャンスがあるんですね。これがギャグルのすごくいいところです。もう1回解説をしていくと、スタガードスクリーンかけたら、カールカットをして、そのカールをした後4番が上がるという風にすると、3人ともにパスをもらえる可能性がある。これがガチャガチャっと動くギャグルというプレイなんですね、う。ん えとこれを踏まえてもう一回最初の動画を見てみてくださいはい、いきますねパスをしてスタガードスクリーンをカールして分解と分かりますでしょうかうんまあその後はね今ダイブしましたけれどもこれもそうですねパスをしたらスタガードスクリーンをカールして分解まあこういうふうにするとですねディフェンスからするとどうせスタガードスクリーンでしょああじゃあスイッチしようぜとかなんかそんな余裕かましてると あれあれあれみたいになって、えー、ガチャガチャガチャっとこうスクリーンがかかるのでスペースがすごく広くできちゃうということですね。で今これ、えーと、アトランタホークスのプレイは普通のトランジションの中でやってますが結構いろいろ見ているとあのスローインとかでも使ってる、えー、プレイがあります。まあ、今日は深掘りしませんがスローインとかでも、ね、スタガードスクリーンで普通にカットしていくと見せてぐるっと回ってもう一回回るみたいなそういうガチャガチャガチャという風にして3人ともチャンスを作るというのが 新しいいいススタガーードスクリーンの,つくあの使い方ギャグルというプレーです、えーまあね、バスケットボールっていうのは単純に言えば5人と5人の、まあ、追いかけっこ鬼ごっこみたいなもんじゃないですかだけどもね、まあ、いろんな人がいろんなことを考えてこうやって新しいものがどん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 生まれてくるっていうのはすごくワクワクしますし 私としてもね、勉強しがいがあるなということで、あの新しいものを知ってね、ワクワクしたので、この熱い気持ちをあなたにお届けしたということになります。今回は、スターガードスクリーンの発展系、ガチャガチャガチャというギャグルというプレイです。もし役に立ったら、あなたのチームで使ってみてください。はい、ありがとうございました。このチャンネル、バスケの大学ではですね、いつもこんな感じで、バスケットボールの悩み解決になるようなお話をさせてもらっています。 もし、何らかあなたのお役に立てたのであれば、ぜひチャンネル登録のボタンを押していただいて、バスケの大学に入学をしてください。そして現在ですね、バスケットボールの指導者の方向けに、無料メルマガ講座というものを開いています。下の動画の説明欄のところにリンクが貼ってあって、無料で登録ができますので、もしよかったら覗いてみてください。現在登録していただくと、無料の特典、教材の方もプレゼントしてますので、ぜひお気軽に参加してください。 はい、ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。